フルトネです。鳩と少年、まあ途中間違えましたけど、でも音はね、まあ僕が調子のいい時の音が出てるなと。で3ヶ月ぶりぐらいに吹いたんですよ今、いきなり。でこの音が出てるってことは、僕のトランペットのこの技量というかね、は劣化していないということが言えて、非常にね安堵しております。そうなんですよ、もうトランペットね、こう始めた頃は毎日やってたんだけど、もう今となってはね、もうこれ以上はないだろうということで、そうするとね、まあモチベーションが下がるわけですよ。まあ、僕の楽器に対する取り組みの姿勢っていうのはね、このなんとかそこそこのレベルまで到達したいなっていうのがモチベーションになってるから、そこに到達してしまうとね、次の楽器、新しい楽器にね行っちゃうのよね。まあそこがね、まあ一般的には悪い癖と言われるだろうけど、僕としてはね、まあそんなに悲観的には見て思ってはいないんですよね。いろいろこのとにかくいろんなことがやりたい人間なので、そうね、一時期はね、もうトランペットやめようと思ったことがあるんですよ。それでこれ売りに出したんですよね。これこの楽器は一応このヤマハの850S っていうモデルなんだけど、定価が25万ぐらいだったかな。で僕が買ってほどなくしてね、モデルチェンジしたんですよ。2、3万ぐらい、値段が上がったのかな。だからそれもあってね、これを売ろうとした時に全然ね、僕が望む値がつかなかったのよね。オークションで15万で出したんだけど、15万でね買い手が現れなかったね。だからそれはモデルチェンジしたっていうのがやっぱり、あるよね。どうしてもね、やっぱり新しいのが欲しいってみんな思ってるんだろうね。でも今考えるとね、売れなくてよかったと思う。やっぱりトランペットはね、すごくいい、吹いてて気持ちいいから、これ売っちゃわなくてよかったなと。売っちゃったらもう完全にもうやめていただろうからね、売れなくてよかった。だからこれはまだ僕の手元にあって、まあ3ヶ月に1回ぐらいしか吹かない頻度なんだけど、吹くと気持ちいいから、やっぱりトランペットは、まあ、ずっと、この感じでやっていこうかなと。でさっき言ったみたいにね、まあ、僕はもうこれ以上トランペットの技術は、もう上がることはないと、まあ頭打ちだなと。でまあそこそこ満足してると、ここに至るまでアンブシュアをねすごくこのいろいろ変えてきたんですよ。で以前の動画、見ていただいた方は分かると思うんだけど、ベルが下がってたのよ。これベルって言うんだけど、これがこう下がった状態で吹いてたんですよ。今このベル下げて吹くと調子悪いね。でも前はこうやって下げて吹いてて、見た目がかっこ悪いからこうやってベル上げて吹きたいって話してて、そのためにはね、この顎を前に突き出す必要があるんですよ。このベルをこの上げてかっこよく吹くためには。それでなんとかこの顎を前に出して安定する吹き方はないかなってすごく模索してたよね。だから前にこの無理やり前に出してるわけだから、そこで不安定性が発生してうまくいかなかったんだけど、それがねやってるうちに安定してきて、で今の形になって、まあそれが功を奏して、より安定するようになって音も良くなった。だからこの見た目を良くしたいというこの見えっ張りなこの気持ちが功を奏したということになるんですよ。見た目は良くなったんだけど音が悪くなったっていうことだとね、それはまあね、良くない、がっかりじゃないですか。それでやっていくっていうのはすごく心苦しいわけなんだけど、でも音が良くなった、思いがけず良くなった。なのでね、見た目がいいっていうことは効率もいいっていうことなんじゃないのかな。
スポーツでもそうなんですよ。かっこいい、見た目すごくかっこいい人っていうのは成績もいいんですよね。それと同じなんじゃないかな。でもプロの奏者でね、まあ、前も言ったけど、こうやってすごくベル下げて吹いてる人もいるんですよ。プロの奏者で上手い人もいるからね、これに関しては何とも言えないんだけど、でも僕はこのベルを上げることによって音も良くなったし、で3ヶ月ぶりに吹いてもね、うん、この音色が劣化していなかった。だからすごくね、このかっこよく吹こうとかね、見た目を良くしようっていうのはね、大事なのかもしれない。うん。